ローレンスリー・ラリー・ロスチャイルドは、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ出身の元プロ野球選手、野球指導者、右ト左打。2020年シーズンにより、MLB のサンディエゴパドレスで、投手コーチを務める。1975年6月10日、シンシナティレッツと契約して、プロ入り。1978年、サンディエゴパドレスに移籍したが、シーズン途中に、 レッツに復帰。1980年12月8日、ルール5ドラフトでデトロイトタイガースへ移籍した。1981年9月11日のクリーブランドインディアンス戦でメジャーデビューを果たした。1983年パドレスに復帰。1984年シカゴホワイトソックスへ移籍した。1985年シカゴカブスへ移籍した。 この年限りで引退した。1986年、レッツの巡回コーチに就任。1990年、レッツのブルペンコーチに就任。1992年、レッツの投資コーチに移動した。1994年、アトランタブレーブスのマイナー巡回投資コーチに就任。1995年、フロリダ・マーリンズの投資コーチに就任。 1998年、新球団、タンパベイデビル・レイズの監督に就任。2001年、開幕後4勝10敗と低迷し、4月18日に解雇され、その後、マーリンズのコンサルタントに就任。2002年、シカゴ・カブスの投資コーチに就任。2010年11月19日にニューヨーク・ヤンキースの投資コーチに3年契約で就任した。 ヤンキースの投資コーチは2019年まで9年間、務めた。2020年シーズンからは、パドレスの投資コーチを務める。ありがとうございます。